はいどうも、料理のおじさん、リュウジです。今回はですね、ちょっと皆さん、いつも僕の動画見ていただきましてありがとうございます。ただ、皆さん、ちょっと気になってるかもしれないですけど、僕の最近の動画ですね、野菜が全く出てこないですね。ちょっともう、不健康料理研究家とか言われるのも嫌なので、今回はお野菜をたっぷり使ったレシピ、はい、こちらをですね、やっていきたいと思います。今回はですね、まな板使いません。ボウルだけ。レタスを半玉分使いますね。半玉は大体こんぐらいですね。結構今日は量が多いですね。はい、これ を使っていきます。大体ね、僕は半玉っていうと 150g ぐらいなんですけども、もし気になる方は測ってください。もう本当にね、今日はまあ作っていくのはレタスの秒速サラダっていうやつなんですけども、これは何が秒速かっていうと、作るのも食べるのも秒速なんですね。なのでですね、今ちょっと、やっていきたいと思います。まずですね、この芯は手で、もぎ取ります。そうしたらですね、レタスはね、こんな感じで、もう手でちぎってください。包丁使うのね、ちょっと洗い物も出ちゃうし、ハードルが高いので、レタスは、ね、ちぎるだけでいいです。で、このレタスはね、表面だけちょっと洗ってます。もうここで味付けしていきます。まず、めんつゆです。大さじ1です。じゃあちょっと量が多いので大さじ強ぐらい入れましょうか。ちょっと多めに。はい、あとお酢です。こちらもめんつゆと同量です。大さじ強入れます。はい、ごま油です。で、これも大さじ強入れます。あとお塩です。こちらお好みですね。はい、味が足りない時に入れてください。今回はちょっと入れます。はい、この状態でですね、よーく混ぜ合わせてください。はい、よーくね、混ぜ合わせてくださいね。でですね、レタスに水分がいっぱいついてると味に辛みが良くなりませんので、レタスの水気はね、よーく切ってくださいね。よーくまぶしてください。よーくね、全体に味が行き通るようにね、やってくださいね。おー、今ね、すっごいうまそうに匂いしてます。はい、こんな感じで周りにドレッシングがね、行き渡りました。こちら盛り付けていきたいと思います。もう盛り付けるって言ってもね、もうガサガサ入れるだけですこれね。はい、そうしましたらですね、海苔です。多めのがね、結構美味しいですよ。わさっとね、のせちゃってください。はい、それではですね、仕上げにごまをかけて、こちらですね、レタスの秒速サラダの完成です。早い。はい、それではですね、出来上がりましたので、早速食べていきたいと思います。もう早かったですね。僕のレシピの中でもかなり早い方になります。いただきます。これ超うまい。なんかね、もう飲めます。レタス飲める。僕ね、あんまり野菜好きじゃないんですけど、これだけ、ね、味付けちゃうとすごい美味しくいいと感じます。うん。感じとしては甘酸っぱいチョレギサラダみたいな感じです。うん。うん。これね、レタスも飲めちゃうんですけど、ビールも飲めちゃう。うん。これはね、食物繊維不足の現代社会の皆さん、これ超おすすめです。めちゃめちゃいけます。だからね、海苔の風味がすごいんですよ。僕も野菜好きじゃないのね、野菜不足しがちなんですけども、このサラダはね、本当に半玉もう全部一人で食えたんで、それぐらいもうめちゃめちゃうまいです。がっつりがっつりいけます。まあ、アレンジするとしたら、アレンジは塩あるかな、これ基本的に。まあ、ドレッシングはあれで作っていただいて、例えばなんか少し辛みが欲しい人はわさびとか混ぜてもいいかもしれないですね。あと柚子胡椒とか多分すごく合うかなっていうふうに思います。あと香りをつけたい方はですね。でも僕は これこのまんまでも全然いいかなっていうふうに思います。で、これですね、まあレタスはもちろん美味しいんですけども、多分他のお野菜も結構美味しくいただけるんじゃないかなって思います。例えばオニオンサラダとか、もうドレッシング自体はもう本当に秒速でできるので、いろんなお野菜にね、使っていただけるかな。だから変な話なんですけど、ドレッシング買う必要ないかなっていうふうに今僕感じました。これだけ美味しいものができるんだったら、なのでですね、これも本当にね、野菜を普段食べない方にこそおすすめしたい、非常にね、美味しいね、サラダメニューになってますので、これ本当ね、食ってください。で、しかもですね、低糖質でヘルシーです、これ。これなら野菜食える。ということで、こちらのね、秒速サラダ、もうね、さっき見たら分かると思うんですけど、超簡単なので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、それではですね、今回の動画、作ってみたいなとかですね、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。